ニューヨークメッツの千田滉大が日本時間6日、カージナルスとのオープン戦に先発として初登板した。初回の立ち上がりはリズムをつかめず、2者連続でフルカウントからのフォアボールを与え、早くもピンチを招いてしまったが、その後は昨シーズンの MVP 選手、ゴールドシュミットをショートフライに。さらに続く強打者、アレナドはライトフライに打ち取った。これで2アウトまでこぎつけた千賀は、最後は今シーズン注目の新人ジョーダン・ウォーカーを伝家の宝刀フォークで空振り三振に奪った。2回には2アウトからバレラに高めに浮いたカーブをレフトスタンドまで運ばれ、メジャーで初めて本塁打を浴びた形になったが、最後はセカンドフライで打者を打ち取り3アウト。千賀のこの日の球数は42球、球速は最速 158.7 キロをマークした。登板後には今シーズンから導入される投球間の時間制限ピッチクロックへの課題を挙げていた。千賀は楽しみにマウンドに上がったが、いざ上がると頭の中がピッチクロックでいっぱいだった。久しぶりに地に足がついていない状況で、あ、今日絶対ストライク入らないわと思ってマウンドにいましたと話している。この日の成績は2回1安打1失点2四球2奪三振の内容。オープン戦ではあるが、最終的にメッツが7対1で勝利し、千賀はオープン戦メジャーデビューを勝利投手で飾る形となった。